いいえ、アメコスです。心霊スポットにもうまいツアー来るのか。はい、今回は検証企画なんですけど、まあ、皆さん最近よく使ってると思うんですけど、 Uber Eats っていうね、食べ物配達してくれるっていうアプリなんですけど、そんなアプリね、割と東京都内でも意外と来ない場所がある。例えばまあその都内はうかつで来るんだけど、八王子の端の方とか行くと意外と普通の家でも来なかったりする。そんな中で、じゃあ割とその心霊スポットには来るのかという検証を今回していこうと思います。なるほどね。心霊スポット結構そっち側が多いからね、行きたくなくて来ない可能性もある。そうそう、普通にそれでキャンセルされちゃう可能性あるから、うん、でこれで逆に行けたらさ、うちの心霊スポットの幽霊無理しゅうな。なんで一度もメロケン頼まないってことないよ。あいつ何頼む？絆創膏とか線香とかじゃなくて、まあ、ちなみにその絆創膏で聞かれるくらいだったら、そんな死とかに至ってないと思います。え、マジレス？どんなマジレスさ。いや、マジレスしそうだけどお前。そのメガネのせいでマジレスするやつになっちゃってる。絆創膏で隠せるくらいの傷をしちゃったら別に死に至ってない。いや、そうなんだけど別に。え、ごめんじゃん、8キロくらい。今日広いな。広い、今日めっちゃ広い。今日広いよ。今日広い。あら、今日拾ってんでしょ、あれ。いやいやいや、違う違う、ファッションスタねじゃないのよ。いや、あ、ここは拾ってる。違う違う違う、色拾ってんの。いや、拾ってるけど、ね、黄色と赤でこう色々やってるけど、下水道みたいなズボン。今日は黄色いってことはない。今日オブスコーデだ。下水道パンツと。お前マイクじゃないなみたいな。違いますよ。今日黄色いっすよ。今日でいい。かなり黄色い。今日かなりなんかあるんだろうね。じゃあケニーはね、歯黄色いんですけど、あんまりコメントなんでは触れないであげてください。触れないし、気にしてるんで絶対触れないでよ。マジでめちゃくちゃ指摘してる。かわいそうなんだよ。今回はまあそのちょっといろんな寝室もちょっと行ってみて来るかなっていうような場所で実際にウーバーイーツ頼んでいくんですけど、え、範囲内のやつでやるってことだよね。さすがにだからまあそれはなんとなくやな、うわっと。その範囲内でやっちゃったら検証になんないから、ないし、そうそうそう、海外だったらもちろん来ないし、そうそうそう、海外でずっとさ来ないなーって。まず意味が分かってだけの、何がしたい、海外範囲内の話じゃん。いや、頼めるんだけど心霊スポットなら来ないっていう可能性もあるし、そっちの検証、人数で来ないとかなっちゃったら、その場合は心霊スポットウーバー1万円になるわけね。まあまあそうだね、1万円頼んでいこう。心スポウーバー1万円になるわけね。客になります。こんな感じで記載にくくやってるので、ぜひチャンネルよろしくお願いします。お願いします。まあ、あの幽霊といえばなんですけど、僕らねインスタグラム結構頑張ってるのでね、こちらの方のフォローもよろしくお願いします。お願いします。それでは行きましょう。オレッツァー心スポに着きました。懐かしい、ここ。いつものごとくね、旧総武病院前ということでね。ここしか知らないの、新さん。いや、これ実はね、動画の前にもう何件も回ってるんですよね。まあそうだね。な、4件ぐらい回った？いろいろ行ってみたんですけど、あんまり撮影できる場所がなさそうで、やっぱりここに戻ってきた。そうよ、だって明るいのここだけだもん、心霊スポットで。これこそ心霊現象なんじゃないかと。何度も戻ってこさせるように。ここにね、なんか毎回戻ってくるんですよ、ここに。旧総病院といえばね、まあもともと廃病院になっていて、それ女の子の霊が出るということでね。覚えちゃってる、もう覚えてる。前まで見て言ってたのよ。前の情報ね、覚えちゃってる。大体ね、こういうパターンの時嬉しいまで言ってますね。女の子がいるの嬉しいまで。嬉しいまで。テンプレであります。女の子がいるの嬉しいまで。嬉しいまで。テンプレであります。最近もう一個あるらしくて、夜中にサウナをする4人組が見れるらしい。あ、そうなの。警察とかもいるみたいな感じ。そう、雨にも負けずやな。雨にも負けずや。雨にも負けず。ええよ。寝室でさ、うん、サウナしてるさ、心霊現象や。心霊現象。心霊現象だ。なんか乗ってくれたから嬉しいわ。ちょうど1年前じゃない、こんぐらいの寒さって記憶があるんだけど。ああ、確かに。確かにこんなもんだったと思うんだよね。今回は、心霊スポットでもウーバーは来るのかと。いや、結構奥だよ。病院の周りには基本的に家がないといけないから、まあ立地上はね来てもおかしくないなと思うんだけど、ただね、ちゃんと心霊スポットだし、後ろ物騒でしょ。サムネみたいな配色で分かりやすく立ち入り禁止って書いてある。ケニーの口みたいなとこでしょ。ケニーの口みたいなって黄色って言いたいでしょ。黄色、黄色、絶対取り付いてるやん。絶対取り付いてるやん。じゃあ、もう早速ね、ウーバー注文していきましょうか。あ、でもね、やってるわ。え、やってる？ドミノピザと、ピザーラスタイル。あと、ビバパリ、パエリアやってるわ。あ、パエリアやってんだ。パエリア。お前も噛んでたし、俺も噛んだし。あんのね。ある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 。え、そこにはでもさ、表示されるだけで来るかわかんないんじゃない？まあ確かに。で、一回注文してみないといけないよ。ピザ行こうぜ、ピザ。ドミノピザ行ってみる。めっちゃ腹減った。今ピザパできんの暑いな、ここで。めっちゃ腹減ってるし、うん、普段僕たちピザとか食わないんで、ほんとに。チーズポーって。
こういう企画を名目に俺たちは取っていくから。多分幽霊も食うと思うからさ、8枚ぐらい取るといいんちゃう。食うやん、幽霊のくせに。大したカロリー消費してないくせにめっちゃ食うやん。あとこの病院の敷地面積に対してさ、15人はいるでしょ。いるけど、おかゆとか食っとけよ。マヨシュリンプとかうまそうやな。うわ、やばい。ずっと前じゃん、ずっと前じゃん。スープとかよくない？あー、欲しい。いいや、寒いから欲しい。コンポタージュ、ミネストローネ、ブラックチリ。コンポタージュ、ブラックチリ、コンポタ。マヨシリンプ食べたい人いる？いや、俺行きたいな。お前自己主張強いよ、こういう時だっけ。シャバ、なるほどね、シャバ人間。なるほどね。そして、おえ、やばくない？その切れ方は、さすがにさすがに、黄色。黄色。え？お前もサムネみたいな話してんな、歯茎が。ここまでやっといて来なかった時マジでさ使い出したそれでね。しかもこの企画どう終わるのかも分かんない。来ませんでした。来るまで待つよ俺は。おいけた。え、いけました。なんかえ、それは何、もう本当に来る確定。今確定的だ。あの、あれは配達員がいませんみたいな。え、住所ちゃんとここにした？っていうかこれどうやってお前受け取るにした？玄関先で受け取るにした？うるさい。違う、気になっちゃうから。確かに、玄関先に入れてくれたら中入ってって、あの病院の玄関先に。どういう感じにした？飛び越えるその置き配にした？ケニー、冷静になれ。来てないなんで。リヴァイ兵長。ちなみにさ、本当にどこに行くんだろうね。わかんない、一応ここの住所にしてる。多分ね、注文できてる。今そこら辺にいる。車で待つして。エグザイルのそうですか。エグザイルじゃない。平成っぽいけど服装。昔のエグザイルよね。服装平成っぽいんですけど。あれですよね、あの塗装とかやってますよね。あ、違う。ドカッティじゃないです。ドカッティやばい。バイク高級ブランド。ドカッティみたいな。ドカッティ。イタリア系だから。ああ。どこらイタリア系ですか。え、ドカッティビッペはさ、スコッティビッペみたいな。NBA 選手。誰が分かってる。マイケルジョーダンの親友のディフェンスマイター誰が分かってる。その乗り物に乗ったドカタはさ、ここまで来るのか。デリバリーのと乗り物に乗ったドカタって言ってる。乗り物に乗ったドカタ。ドカタじゃない、それはもう配達員。配達員。なんでドカタにしようとすんの全部。いや、この世の中みんなドカタよ。例えば俺らなんてドカタ。俺ドカタなの。これ動画投稿が好きなドカタよ。いやいや、人じゃん。じゃあ収益的にはドカタよ。じゃあ女の子ですか。質とかだし。聞こえないだろ。質で。何それ。例えば警察官だったら正義感持ったドカタだし。いやいや、消防士は火に強いドカタ。じゃあ全員じゃん。ドカタがマイナスな表現されてないやん。そんなすぐ来ないもんな。え、でもね、一応ね、最短だとね、もうすぐ。え、早ない。今なんかガチャンって聞こえなかった。玄関行った方がいいって。どこなんだよ、玄関。分かんないから。え、電話来た。え、電話来た。あ、もしもし。お電話させていただいた。多分声出したら分かる。ここは旧総務病院前という場所です。今、住所を言ったらいけますか。木町520とかやったらいけますか。520です。そのとこにじゃあ行くので、そこに来てもらっても大丈夫ですか。そこ調べたら出てくると思います。クラクション鳴らしてもらう。クラクション鳴らしてもらっていいですか。はい。おっ、そうだ、過ぎちゃったな今ちょっと。やっぱ難しいんだ、やっぱ来んのは。来たすいません、ありがとうございます。すいません、お疲れ様です。ごめんなさい。ご苦労様です。よかった、ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。すいません。申し訳ないな、こんなとこまで。すいません、心霊スポットまですいません。じゃあ、味の気をつけて。ありがとうございます。嬉しいと思います。はい、ありがとうございます。すいません、ご苦労様です。ご苦労様です。すいません、ありがとうございます。気をつけて。ここ危ないんで、結構。いやー、難しかったですね。わかんねえんだ、ここ。難しいんだろうね。新スポってその大通りじゃないの。新スポって住所ないから。住所ないんで。ここも旧なんちゃら勝手に呼んでるだけです。Google で出ないっていう。え、少ない。質素やな。でもこれは一個でしょ。まだ一応あれだね。ウーバー1万円。いや、そうそうそう。もしこれはに9000円とする。4470円。4400円。とこ。じゃあ行きましょう。とりあえず、まあ新スポにも場所を選べば来るという。来るっていうことですよ。はい。じゃあ、あと食べますか。いただきます。はい、落ち麺だね。腹減った。うまっ。うまー。出ちゃったね。これ病人が食べたら体壊すわ。糖尿病になる。死んでるくせに人間に幅利かせてくんなよ。女子供だろ。なめんなよ人間。成人男性4人でさ、ウーバー1万円ってさ、少なくね。
え、どんくらいでやってんの？俺わかんない、うん、前俺らビラでやった時3万円ぐらい頼まなかった。3万円頼んだ結果4000円分くらいしか食えなかった。あのやね、あの一杯ほど欲しいよね。1万円頼んでみたら、あ、足りねえわって思って3万円分頼んだら4000円分くらいしか食えなかった。俺の金ね。俺の金ね。目の前にいっぱいある食べれないじゃないですか。これ少量だと3もっと欲しいなって思うんで。1万円みんなどんくらい、何人くらいやってんの？この人数だったら結構余裕ってことですよね。やっぱ面白くなくてさ、小食の女がよくあるからさ。やば、面白いんだよ。あれ再生数取れてるの。あれなんかみんな楽しそうに見てるけど、あの1本で1万円なんて簡単に賄えるからさ。あの動画1本で80万ぐらい稼いでるから、うん、って考えたら1万円なんてまあ屁でもないのか、うん、誰も笑えない。今80万稼いでるんだ、あれくらい。ここでだって俺ら1万円やったらさ、ちょっと前までは赤字だよ。あ、そうだね、うん、1本出しても俺ら1万円稼げなかったの。だけどこれ今7人ぐらいでやってるんで、高速で元かかってる。プラマイゼロです、この動画。プラマイゼロ。でもちょっと編集とかもやるからさ、ここから。いやでもさ、やっぱ死んで、お前さ、俺のコーラを倒した今。あ、お前パーって言った今。あ、そう。泉先生、なんで泉先生お前が先に出てくるんだよ。俺の地元の中学の先生。お前が先に出てくるんだよ。なんで先に出てくるんだよ。また電話来た。トフキ町520でお願いします。520って調べたところに行きます。一回バイク吹かしてもらって、プッて鳴らせますか。あ、いる、あ、いるわ。ちょっと待って、心霊現象バージョンにしゃべってる。そういうこと。ビビらせてやめすぎじゃん。でもこの辺で有名だしな、心霊スポットで。これ4000円だっけ。4700円。4700円だよ。次が5000円。え、もうじゃん。ちょっと待って、10時過ぎちゃってウーバー終わっちゃった。あ、じゃあほぼ朝までやる。ほぼ明日の朝か。ストイックすぎるって。そんなストイックにやる機会じゃないんだから。あ、違う、チップ、チップあるよ。チップをあと300円くらい。違う違う、もうあのね、ここ来なさすぎて人が、うん、あの店舗の人が来るんだろ。あ、もう店舗の人チップ出そう。え、あ、今ね、店舗の人チップ出そう。ウーバー配達員じゃない、配達員じゃないらしい。これ店舗の人が来る。え、そうなの。さっきの人もあれ、あのここピザーラの人。確かにピザーラの人。あ、来た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 。すいません、ありがとうございます。なぜ通りなんか、ありがとうございます。ありがてー。ちょっと住所とか難しかったですね。あー、そうですね。ありがてー。なんか企画中ですか。そうなんですよ。そうですね、心霊スポットでも Uber1 万円いけるのか。ここ心霊スポットなんですよ。あ、そうですね。めちゃめちゃ人死んでます。もう後ろっすね。後ろ病院なんですよ。後ろが廃病院でめちゃめちゃ人死んでるらしい。1000円、4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 000円
だね。来た。少なく。え、ちょっと待って、ちょっと待って。次いくらこれは。これがね、4700円。一緒やん、さっきと。全然足りないわ。だからあれか、さ、その元田が動画の尺足りないから朝までやるっていう。違う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 、表示じゃない的なことしてないっすよ。みんなお腹減ってる。これ、さらに何。これはスープ。あー、スープいいね。てか、ピザ高っ。1枚でそんないくの。ピザ高いな。いただきまーす。ピーマン食えないから。え、ピーマン入ってる。大丈夫。普通にいけ。ちょっと食べ。普通にいけ。全部ピーマンなわけじゃないから。よろずの硬くなったら何なの。これ弾けばいいんじゃない。苦手なの。同じ皿にあるだけは無理なの。俺は何か色緑緑だから食えない。いや、味が嫌いなら分かる。色怖い。色怖いじゃないとその場にあんって言っておかしくない。いや、俺味が無理で、ピーマンが置いてあるとその周辺の味するから嫌なの。本当にかない。いよいよピーマンの味全くしなかったけどね。ピーマンの味全くしなかったらピーマン入れてる意味ないから味はすんで。ピーマン入れるどっかに意味があるわけだもん。そう、入ってるし。ピーの葉入ってた。こうね。こうわっ。うわ、絶対俺の葉だ。永久して永久してこれ食べていいの。よかった、お前半分に分けたことお前じゃない。よかったーっつったね。そう、ロッパの試合じゃないから会話って。お互いのミスを指摘し合うものでもないし。友達の会話がしたいわけでしょ。それは最初に言ってよ。
え、できんの？できるよ。できるできる。やってくれって言ったらできる。泊まりの場合はしょ？できる。今度さ、その、なんだっけ？ちゃんと喋る。お前。じじ、友達とはそういう顔できるよ。友達とはそういう顔できるよ。お前の会話ね。うわ久しぶり久しぶり。女のつまんない会話だ。女つまんな。女つまんな。何それ何それ。誰？知らないです。女曲さ久しぶりってどれさ。わあ。やるけどそんな長くやんないんじゃない。そんな。やってないよ。チャット GPT で把握した女の会話。間違った取れ方してる。バレバレ人間が取れ方してる。AI が間違った取れ方してるよ。じゃあまあこれでウーバーイーツ9,400円終わりにする？サムネもウーバーイーツ9,470円頼んでみたり9,470円頼んでみたり変えた方がいい。サムネ詐欺はしないで俺ね。そうだね。残りの現金をここに置いて帰るとかなの。ここでもね、それこそドカタの会社なのよ。ここは普通にドカタが来たらさ、その何百円でもめっちゃ嬉しいんじゃない。ドカタまかにしてみて。ドカタはその小銭欲しいんじゃない。いやお前ね、ドカタは格好もね。俺今ドカタや。ドカタって稼ぐ人は稼いでるから。稼いでる。ちなみに俺の地元、まあ、結構田舎の方だけどさ、ドカタ結構稼いでるから、ね。うん、ドカタ稼いでる。ドカタ普通に1000万プレイヤーとかいるから。いやいやいや、ちょ、なんでお前が説教してるから。いやドカタまかにしてるからお前、ね、お前がしてるんだよ。ドカタまかにしてるから、ね、まあ仮に1000万この件に話に入れてるもんね。いやいや、あ、そうか、ドカタの親だもんな。入れてよ。親ドカタ。父親ドカタ、母パートでしょ。ハイパイ割る。こいつ親ドカタだってみんな触れないであげてね。なんといじめさ。なんでさ9死9敗で流さなかったの。いやいや、マージャン国士無双のやってるから。国士無双ね。俺らのやってるから、ね。普通は流すんだけど、うん、足ハイパックだなって思った時も逆に行くって思った。でも流したら流産しちゃうからさ。全然笑えなかった。これ流局ってやった時に、横にさハイパイ割る時に流局したらやっぱり流れちゃうから流って、まあ、ポーカーで言うと3と9とかだよ。3と最初に降りたもん。柄も3と9、ね、まともな人だったら降りるよ。いやまあそうだ。でも場によって変わるから。3によって化けるから。やっぱいけるんだね、ウーバー。たまげるんだね。どこまで来るのが気になるね、ウーバーが。結構範囲広げてきてるから、ウーバーイーツ。山梨とかの山奥の来んのかな。記事の受解とかワンチャン記事があるんじゃない。なあ、とりあえずウーバー1万円契約をした方がいいってことだよな。いや、どんな結論どんな結論に帰着したのお前。だから全 YouTuber やるべきだよ。え、マジで。2位なんだ。マジで。けどさ、誰が始めたのウーバーイーツ1万円。スカイピージ。あ、スカイピージで一番最初。やっぱ面白いもんな、1万円企画って。お金ある人しかできない。いや、俺らは新しいジャンル作った方がいいんだろうな。出前館1万円とか変わんな。低 YouTuber のずらし方。俺らは出前館でやりますつまりじゃない YouTuber。 一旦ね、食べきったし、ウーバーイーザー実際来るということで、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。